はい、今年ね、この畑にね、新しい苗木を植える予定なんです。そのためのね、土作りとして微生物資材を撒きます。で、大体ね、微生物資材を撒くときには一緒に有機物を混ぜるといいんですけど、まあ米ぬかとかね、今回はね、もうすでに草を刈った後といいますか、こういうね、枯れた草、これは今有機物になるので、それでいいかなと。あとはまあ稲ニカをね、一緒に撒いてやります。微生物資材のね、コフナというものです。で、稲ニカ、これまあチンゲンサイのフック土に使ったりするんですけれどもね、これちっちゃな隙間がいっぱい空いてて、そこに微生物が住み着くということで、非常に、このコフナとね、相性がいいということなので、まあ一緒に撒いたらいいですよと教わりましたので、一緒に撒くことにします。はい、こんなね、ペレット状になっております。手が悪いね。手が悪いですね。はい、この小さなね、穴があるんですけども、あそこに菌が入り込んで、そこを住処にしてね、微生物資材の効果がより良くなるということです。